はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 FF タクティクスチャプター4、続きをやっていきたいと思います。前回ダンベリー城をねクリアして、イベントを見終わったところになるんですけれども、次の目的地がイグーロス城になってましたので、もうここまで来てね、イグーロス城の方へ、進んでいきたいと思います。まあ、ダイスダーグとの戦いになるのかな、流れ的に。衛兵がいない、様子が変だな。このチョコボはザルバック兄さんの。チョコボとか見分けつかねえんだけど。やっぱり優秀なチョコボとかいるんだね。あれだ、どれ。外から門開けるんだ。そして戦闘？まあこのまま行きましょう。イグーロス城、城内。気でも狂ったのかザルバック、一体何の真似だ。兄上、兄上はそれでもベオルブの名を継ぐものか。ラーグ公のことを言っているのか。私が撃たなくとも死んでいたよ。考えてもみろ、他人の力を借りなければ戦うことのできない奴だったのだ。そうした奴が戦争を始めたこと自体が大きな間違いだったのだ。主君殺しも恥だが、私が許せないのは父上のことだ。なぜ父上を、父を暗殺するような卑怯な真似をしたのだ。何のことだ、私は知らん、知らんぞ。ラーグ公の最後の言葉、聞き間違いかと思ったが、なぜだ兄上、なぜ父上を殺した。ダイスダーグ様、ザルバックが乱心した。ザルバックに勝てると思ってんのか。ザルバックを捕らえよう。兄上、ザルバック兄さん、俺は下か。長兄ダイスダーグを倒せ。え、これどうする。例によってウェポン柱ここだと届かないんだよね。それをどうするか。1234か、あれちょっと待って、ここか。1、2、3。あの吸収のやつがギリギリ届くね。ちょっとやってみよう。ブラッドウェポンの方、201か、それなりだな。3発かかるね。やっぱ二刀流にしたのがちょっといけなかったかな。ウェポン柱も絶対高さが届かない。ブラッドウェポンでやっておくか。とりあえずプロテスはちょっといいかな。じゃあ攻撃される前に攻撃をする、それでいこう。やっぱりエクスカリバーの両手持ちの方が安定しそうな気はするんだよね。ルーンナイト、うわ武器破壊のやつだ。武器じゃなくてこれどこだ、どこだっけ。ブレイク、さすがだな。クリスタルメールを破壊。ラムザ、お前の言っていたことは本当だった。兄上、己の野心のために戦争を引き起こし、さらにはラーグ公も謀殺した。ベオルブの名を汚し地に貶めるその行為、許すわけにはいかん。ザルバック兄さん、銅が破壊されている。アークナイト、こいつもアークナイトなんだ。あ、結構強え普通に。次俺に回ってきて闇の剣使えば終わるな。うお、たださすがにザルバックのこの衛兵かなりの強さを誇ってるな。ジャンプしてきた。竜騎士の力も備えているのか。波動拳、そしてこいつはもうみんな強いぞ。確かにザルバック一人じゃ太刀打ちできなかったな。死ぬ、投石、石投げ、石投げられて死んだんだけど
なんかひどい死に方だな。だが仇は撃ってやろう。俺の暗黒剣ブラッドウェポンで。これで終わりだ。血塗られ試験よ、闇の波動がなんちゃらかんちゃらと申しておりました。いや覚えておいてよかったな。これ高さがないっていうのはね、すげえ使いやすい。ウェポンバッシュはね、火力は確かに高いけど、ちょっとね高さが合わないと使えないんで、そんなお前たちが邪魔さえしなければこのイバリースはベオルブ家のものになったのだぞ、愚か者どもめ。やはりこういう野心を持ってるやつの方が成績に反応するんだね。このまま？そういうことか、そういうことだったのか。消えた。愚かな弟よ、メイドの土産に教えてやろう。そうだ、バルバネスはこの私が殺した、私が殺したのだよ。せっかくベオルブが君臨するチャンスがやってきたというのに、あの戦争バカめ。だから殺してやったのさ。どんな剣の達人でも毒には勝てんというわけだ。一瞬にしてやられた。今度はお前の番だ。逆らったことを後悔するがいい。え、なんかそういう吸血とかは嫌だよ。もうフンヌの定例アドラメリクを倒せ。そのまんま戦闘か。これ死んだらさ、最初の戦闘からじゃん。しかも俺行動したばっかりだから動けねえし。あ、動ける。さすが暗黒騎士。これこのままブラッドウェポンでいこう。319、遠距離戦か。近づくのはちょっと遠いよな。遠い、近づいた方がでも火力は出そうなんだけどな。二刀流だからね、2回殴った方が絶対強い。多分2ターンで終わると思うけど、耐えられるかな。いや、ちょっと進んでみよう。あ、こっから暗黒剣いける？ブラッドウェポンダメだな、ちょっと遠い。早い、喪失。技の効果がわからない。けー混乱した。いやーもうマジ狂ってるわラムザ。さて何をしてかす。攻撃でもしてくれればすげえ嬉しいんだけど。励ましてるよ兄さん、頑張れーエールと励ますがちょっと区別つかねえな。勇気は5上がった。で混乱しとるわこいつ。今度はエールを送ってる。フレーフレー兄さん、いい弟を持ったな。ダイスダーブよ。これ殴られてさ、こんなん解けないかな。石化瀕死とかそのまんまなんだけど。これもう終わりでしょ。そうだよね、ゲームオーバーだよね。ステータス異常がやっぱり厄介だな。どこを対策立てるかだね。じゃあちょっとこっからなんだけど、最初の立ち位置が悪かった。あのダイスダーグに近づこう。もうこのダイスダーグのうちにで叫んどく。ダイスダーグに近づく前に自分のステータスを強化してルカビーになったら速攻で型をつける。これでいこう。まあちょっとザルバックはこのまま兵士にやられてしまうと思うけど。不動明拳も使えるんだ、こいつさすがだな。216、かなりの火力を誇っている。あ、この話はさっき聞いたんで。一
発でも与えてくれればだいぶ違うかな。でもゲット、鎧を盗む、いいね。盗むって盗めなかった。ザルバック、お前そんなんでいいのか、騎士として。この兵士何気に本当強えかんな。やられた。一発でも与えてくれればな、よかったんだけどな。それは叶わなかったか。みんなみんなガードしてんだけど。で、そうか、じゃあ近づいてくるのも、あとここら辺でちょっともう一回叫ぶ。あの石化対策をしてきたんでブレザーは外してます。あと両手持ちにしてエクスカリバーですね。セーブザクイーンは今回持ってきてないんで、だから兵士の猛攻を耐えるにはセーブザクイーンがあった方が良かったかもしれないんだけど、まあ、オートポーションで回復してれば大丈夫でしょう。そこはダイスター、ガードすんのかお前も。こいつの装備はちょっと一回見よう。盾を装備してるとやっぱ、いやー、イージスか。でもイージスの盾は魔法防御が高いんだね。魔法回避率か、普通の回避率はそんなに高くない。全魔法なんて使えるんだ、すげえな。ディフェンダーにとって、あ、なるほど、ディフェンダーで回避率を上げてるってこと。でも武器装備ガードは持ってないから、ちょっとぶん殴ってみるか。525、64%か。まあ行こう。ミス、まあしょうがない。それはジャンプするナイトいないね今回。毎回変わるからね、アビリティ。こいつか、あ、こいつだ。違った、投石マンだった。こいつも近づいては来るけど大したことないね。横を取るか、あいつのせいで後ろが取れないけどね。525-80でしょ。だってウェポンバッシュっていくつよ。276、だいぶ減るな。ってことはやっぱり一撃必中。うお、ガードされた。154か。まあまあまあ、まだ全然大丈夫。これオートプロテスかかってればだいぶ違ったんだろうけど、だろうけど150くらいだったら全然いいでしょう。よし、決まった。で、ただランダもう2回行動しちゃったから、次多分こいつからなんだよね。さっきの一撃で行動が終わってれば先にランザが動けたかもしれないけど、ただ1ターンじゃ絶対殺せないっていうところかな。こっからザルバックは何をするわけでもなく死んでいく。まあ、俺も似たような感じで殺されたかんね、一発で。男性がリボン装備できないっていうのはね、かなりきつい。で、ちょうど自分が動き終わったところなんで、こいつのさ、アクティブターンがどっから始まるかだよね。よし、俺の方が早い。横で100いけるはず。 100% 798、まず一発殴っとく。エクスカリバー来たー。よっしゃ、早いね。いや、もう行くよ。もう当たり前、2回殴る。強え、マジで強え。クソ、まだ不完全だったか。血塗られた天使さえいればこんなことにはならなかった。行動させる前に倒す、それが鉄則だね。エクスカリバー様様よ。ベオルブ家ももうおしまいだ。
いや、家なんか関係ない。大切なのはどう生きるかなんだ。アルマ、アルマを助けなければ。てか、ベオルブ家にじゃあ仕えてた人どうなんの、これから。みんな失業状態じゃん。だって兵士があれだけのわけないからね。なんで行き先が分かってるんだ、すでに。聖地ミロンド。ちょっとじゃあセーブをします。じゃあ聖地ミロンドの方ですね、こちらへ、行きたいと思います。なぜここへ行くっていうのが分かったんだ、ラムザは。貴様裏切るのか。抵抗せずにおとなしく白状していれば命を落とさずに済んだのだよ。こちらとしてもこんな過激な方法を取るのは本意ではないが、私に残された時間はあまりに少ない。何のことだ。成績を集めるために貴様に協力してきたが、ほとんどの成績をあの小僧に奪われた今となってはその協力も無駄だったというわけだ。助けてくれ。その傷は深いが致命傷ではない。すぐに手当てをすればなんとかなる。さあ助かりたいなら言うんだ。ミロンドへの入り口はどこにある。貴様は知っているはずだ。オーボンヌだ。あの地下書庫の最下層に封印された魔法陣がある。封印の解き方は知らんのだ。あるとすればあの聖典の中に。またあの構造か。貴様は用済みだ。頼む、助けて。剣は差しっぱで行くんだ。大した剣じゃないんだね。じゃあん、一回ここで戦闘してから黄金の修道院に行くってことか。聖ミロンド寺院。止まれ、僧侶以外は立ち入り禁止だ。聖ミロンド寺院に何用か。名と身分を明かし速やかに要件を申せ。我が名はラムザ、ラムザ・ベオルブだ。神殿騎士ボルバ・マルフに拉致された我が妹アルマ・ベオルブの身柄の返還を要求する。異端者ラムザか。正面から来るとは愚か者め。貴様に課せられた罪を刑か。この場で執行してやる。問答無用だな。ではサクサクサクっといきますか。異端者らしく。どうだろうな、273程度だったらこっから狙えそうだね。暗黒ブラッドウェポン268か。微妙に倒せねえ。1人しか当たんねえや。じゃあちょっとやっぱり叫んどくか。物理攻撃力なんだな、重要なのは。ダメージソースとしてね。なんか使ってくる。使ってこないね。ギリアム、風水師だったのか。ギリアム、お前はなんて呼ぶの今の。読めねえんだけど、ね、岩がごちゃごちゃ来たけど。こいつも風水師か。基本戦力は風水師なんだろうね。話術褒める。お互い褒め合うのかお前らは。いやお前すげえよ、マジすげえよって言って勇気が上がる。なんかアホらしいよね、褒めるとかさ。こいつ何使うんだ。何も使わない。一番のダメージソースはやっぱ召喚師だよな。152か。まあ一人ずつ始末していこう。横は取れない。
まず暗黒のブラッドじゃなくてウェポンバッシュで483、まあ、100% だからこっちでいきましょう。うまくつけられてるよね。ウェポンバッシュの方が攻撃力高いけど範囲が狭い。この白魔同士が一番偉いんだな。じゃあホーリーくらい使えないのかな。もういけるし、横だったら82%か。やっぱりじゃあこれだったらブラッドウェポンがだって弱え。ちょっと待って、なんでだ、ウェポンバッシュは、いや弱え、相性が悪すぎる。じゃあ普通に攻撃した方がいいよね。357の 82%、 OK。 サザビーファンネル使ってきそう。ファンネル痛え。魔術師も銃使えるんだね。デイビス、こいつ褒める役だからな。違った、攻撃してきた。もうでもこいつは火力が少なすぎる。さっきまでと全然違うな。敵が結構強いの唱えてるね。自分のターンが回ってきてもまだ詠唱してるよこいつ。まあ、何人を唱えてきてるのか知らないけど、ちょっとダメージソースになるやつは殺しておく。999カンスト。やっぱ召喚者は防御力弱いよね。うわめんどくさい、レイズかよ。こいつら大した戦力じゃないのに蘇らせられるとめんどくさいな。ミスとか、銃はねもう全然くない。弓とか銃とかはねもう弱い、この段階だと何の脅威にもならない。めんどくさいから先にこの白魔導士を倒す。正面からでいくつ、71か。これだったらでもダメージ的にイービルデッドでいけんじゃねえ。ちょイービルデッド使おう、ここイービルデッド。これ何パーくらい減る、 20% か、そんくらい減ってるよね。124、30%くらい減ってる。結局倒せなかったってことはさ、ヒットポイント無駄にしただけだな。いや3人一網打尽にできればよかったんだけど、結局もう1回だってこれでウェポンバッシュ使わなきゃいけないからね。299、そう結局ウェポンバッシュ一発で倒せるから。イービルデッドがさ、いくつ当たるのか分からないっていうところがちょっと使いづらい。使っていいものなのかどうか。でこのまま待機、石で強え。さあお前が最後だ。546、さよなら。アルマ今行くぞ、待っとるよ。マジこいつシスコンだな。確かにアルマは可愛いよ。いやこいつは何歳なんだろう、そもそも年齢が分かんない。エクスポーションゲット。じゃあ今回はここで終了して、セーブが入るってことはまだミロンドが続くってことか。まあそれはじゃあ次回以降やっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。